名古屋国際ホテルは、愛知県名古屋市中区近3丁目23の3に、あった、シティホテルである。また、名古屋国際ホテル株式会社は、これを運営する企業で、ワシントンホテル株式会社の完全子会社である。百貨店丸絵が、全身の一つ11屋の店舗跡に開設した、栄町ビルの中にある、シティホテルで1964年4月に開業した。 その後、別館として開設したビジネスホテルのワシントンホテルがその合理性で生み出した安さを武器に藤田観光と提携して全国チェーン化し、会社名はワシントンホテルと変わったが、本店格のこのホテルはシティホテルとしての格式を保つため名古屋国際ホテルを名乗っていた。現法人は2009年にワシントンホテルから分社化されたものである。講 名古屋国際ホテルが入る栄町ビル、ニュー栄ビルも耐震性などから2020年までに取り壊し、さら地にする方針。講和は百貨店丸栄を閉店する方針を固め、建物を解体し、2020年をめどに商業施設をオープンする予定。丸栄の野望を残すかは未定。事業費は2000億円規模の見通し。2020年9月30日。 入居するビルンが取り壊し予定で、賃貸借契約満了を待って、営業を終了した。2020年11月30日に開催した、株主総会にて解散を決議し、特別生産への準備に入った。ありがとうございます。